もちろんいいわよ。そういえば、お店の奥に映える写真を撮る用のフォトスポットがあったわよね。そこで撮ってもいいかしら。テレビに映っちゃうかもしれないけど大丈夫？よかったわ。それじゃあ、雫を呼んでくるから待って。もちろんいいわよ。私をずっと応援してくれてありがとう。今日こうやって会えた記念に最高の笑顔で写っちゃいましょう。じゃあ私が撮影係やろうかな。スマホを貸してもらえる？それじゃあ行くよ。約束よ。他の子に推し変しちゃったりしないでよね。今日あなたと話せたこと忘れないわ。また次のイベントで会いましょうね。なんだか撮影会みたいになっちゃったね。そうね。でもお店の邪魔にならないようにこのフォトスポットのあたりでなら全然いいわよ。それとピクシアに写真あげるのは大歓迎だけど、一緒にこのお店と番組の宣伝もお願いね。みんな楽しそうだね。それにお客さんがみんな写真撮影に夢中になってて注文が落ち着いてきてる。今なら注文もさばけそうだよ。私たちも愛理先輩の気遣いは無駄にしないように頑張らなきゃね。うん。っていうかみのりちゃんがキッチンに入ってくれたおかげで余裕できて本当助かったよ。ありがとう。お礼を言うのは私の方だよ。二人が頑張ってくれてたから撮影も無事に進められたんだし、特にみずきちゃんは今日が初めてなのにあんなにたくさんの注文回せてすごいって思っちゃった。まあ最初はかなり焦ったけど、注文が多かったおかげでどんどん鍛えられちゃったな。はいはい、そんなみずきちゃんにお仕事です。パフェの下の部分できたから生クリームお願いします。お、任せて。これ、Mちゃんのテーブルのやつだよね。うん、できたらそのまま運んでもらっちゃってもいいかな。次、ワッフルの仕上げにも入ってもらいたいんだけど、焼き上がるのもうちょっとだけ時間かかるから。オッケー。よーし、盛り付け気合い入れて頑張るぞー。